はい、どうもこんばんは、水太郎です。忘却の村やっていきましょう。すごい、これもまた久しぶり。いつもなんかさ、いろんなゲーム、開いてて空っぽなんだけど、どういうこと？忘却の村がね、ちょっと来たことがない、来たことがないっていうか、これもなんだろうね。読む。ありし日に置いてきたものを今なら取り戻せるかもしれない。時間さえ戻すことができれば。忘却の村だからさ、なんか違う国だな。あ、すげえ。あ、時間で取れってことなんだ。すげえ、こんなギミックあるんだ。初めてだから、ちょっとどれくらいかかるかわかんないんですけど、やっていきたいなと思います。そうだね、忘却の村だから、ティアの村とはまた違うから。お、なんか初めて見たぞ。ただこの感じだとそんなに強くはなさそうだね。待って、色が全然違う、みんな。オッケー。敵の強さがそんなに強くないから意外と回れるかもな。ここがちょっとあれか。まあ、こうクリスタルクロニックをやるときはさ、まあ、雑談メインっていうか、そんな感じでやろうと思ってるんだけどさ、ただ新しいことが多すぎるとさ、わかんないよね。おー、近所の人、はいはいはい、アーティファクトも出たね。今ので頑張って戻ってくればここまで行けたかもしれないのか。まあ、近況報告って言ってもあんまりないんですよね。だいたい動画を撮ってるんだけど、まあ今日一つあるとするならば、ちょっと仕事でポカやらかして若干へこんでる感じですね。ただ一応時間は経ったので少し落ち着いてはきたけど、ただね、まだ解決してないんですよね、そのやらかしが。もう一通り済んじゃえばもうあとは回復するだけなんだけど、まだ済んでないから若干まだ引きずってんですよね。後ろの金が2発ぐらいでいったのが救い。おっ、ガードで止まってくれるといいな。なんでまだ済んでないかっていうと、確定してないんですよ、まだそれが、その失敗が。一応今日やらかしてるだろうなっていう、もうほぼ多分アウトなレベルで、あ、これダメだっていうレベルのところまでは分かってるんだけど、まだ確定はしてないんですよ。だからまだもしかしたら救われる可能性はあるんだけど、まあ、完全にこれ自分のミスだから、まあ、救いもクソもないんだけど、まあ、まだ希望は若干ある。大丈夫な可能性もまだゼロじゃないっていう。本当は早く楽になりたいんだけどね。あ、来たのはあれか。あ、アイテム釣れた。このミニワームさんがちょっと強いよね。だからさ、でね、それ確定するのあと 2,3 日後ぐらいなんですよ、多分。ってことはまだしばらくこれ引きずるぜっていう。本当は今日もさ、実況取らないでも伏せ寝しようと思ったんだけどさ、ストックが足んないんですよ。その時間差でさ、ポカスカやってくるのやめてほしいんだよね。昼間背持ちがね、連携してきたら何もできないから、マジで。なんだかんだで、それってこっちから回るんだっけ。アームストロングがね、どうなってるんだろう。これか、なんだろう、なんか別って感じっぽいよね。助
ケルトンがメインのところもあんまりというか初めて来たな。過去ダンジョンじゃない、高難度ダンジョン。大体リザードマンとか。おう、ゴブリンだっけが徒党組んでくるけど、このタイプは初めてだけど、フェニックスの方が見つけんだった。あのワンドがやっぱちょっとタフだな。それはまずい、まずい、危ない危ない。その時間帯はまずいんだ。あと複数いるのがまずい。2人ぐらいやったらまだまだ。ああ。今回ダメージを与える、あのアイテムを拾うだったんだけど、あの倒しきれるかどうかちょっと分かんなかったから、もしかしたら時間かかるようだったらまた無視してもうボス挑むぐらいな感じになると思ったからさ、アイテム拾うよりはダメージを受けるとかの方がいいかなって。ファイが撃つか。でも敵がそんなに 2,3 発でいけるんだったら呪文じゃなくてもいいような気もするけど。あとあれかな、ちょっと暖かくなってきたから花粉が飛んできたかなっていう感じがしてさ。あー、これやばいし。お、する。おお、くしゃみが止まんなくなってきた。鼻水がね出始めてきて、今日ちょっと噛みすぎてさ鼻血出ちゃって、最後の仕事の最後の方がさ、貧血と仕事のミスのダメージでフラフラ。気をつけましょうね、皆さんも気をつけてください。これ間に合うのかな。あ、引っかかっちゃった、まずい。だよね、そう、アーティファクトだったんじゃねえのこれ、もしかしてね。え、しかも1回限りか、結構えぐいな。引っかかるような気はしてたけど引っかかりましたね。まずいな、どうすっかな。呪文から叩いてきて、まずい、きすぎ。危ない、4体はダメだよ。あ、でも一応あれか、回復はワンチャンできるか。そう、骨を1体ぐらいやりたい。なんかどこだっけ、前回らへんでさ結構あれを、おう、まずいまずい、いいコンボだ。よしよし、どっかで結構アイテム使ったよね。虹色武道が結構なくなってた気がする、今見たら。ちゃんとこれアイテム見てから、あ、拾う、あ、ギルが隠れてた。開け、OK、拾うのは最後にいいかな。新井さんのベッド、どうすかな。おお、出てっか。あれ範囲長いよな。そう、マジか、弾かれた。待って、あぶね、虹色が全然ないね。
でもそろそろまた年がそろそろね1年経つから、あとどっかでね、確か1回倉庫かなんかにめちゃくちゃ預けたんだよな。あ、そうか、どっかだってのか、めんどくせえね。やっぱりファイガーの方がいいか。あったい。でもそろそろもし、あ、でも分かんないか、キャルリングどこ行ったの。レイズ必要はないな。即ファイヤーを忘れるっていう。なんで復活しないんだ。ああ。へえ。いいねいいね。爽快。気分爽快。ハイガーもいいけど、やっぱあれだね。相手の動きを止めなきゃあれだね。あんまり安全とは言えんな。なんか結構個人的にはファイが一発でいけ倒せるんじゃないかなって思ったんだけど、ダメだっすね。これかな。他は、あー、ないのか。そっか、あとあれ BGM のさ、そのあーみたいなのがさ、こんな大きくなかったよね。ボムか、絶対これ叩くな。先にこっちやっちゃったよ。やっちゃおう。やばい。よしよし、ヘイスト早い。で、一応今回はタイマーもあのどっかでさ、ゴブリンウォールか、ゴブリンウォールだか、ゴブリンたちの祭典かのところで1時間超えちゃってから、ちゃんとタイマーセットして今何分経ってるかを見るようにしたんで大丈夫だと思います。うん、そうだね。だからとりあえず仕事の方はあと 2,3 日で多分、盛大に怒られて沈んでるとは思うんで、その前になるべく動画を撮ろうってのと、あとちょっとね、そう、動画を何個か撮ってはあるんだけど、編集がねまだなんですよね。うん、やっぱこれで止まってほしいな。おお、魔法使いは言ったな。だけどなきゃしょうがないね。やっぱファイガーが多いのか。これどうすっかな。あ、もしかしてファイが一発で消えるの。あ、ファイが一発で壊れるっぽいぞ。それはいいや、いい発見した。やったやった。ここのさ、結局行き来が一番めんどくさいじゃないですか。ファイがでいいんだ。あ、いいねいいね。そしたらじゃあここもあれじゃない。あとファイガーでさ、弾が割れたね。弾も割れるとホワイトコーラルだって。ジョイ素材なんでしょうね。やった。しかも復活なしだよ。ファイガー素晴らしいじゃん。キャラバンの旅立ちはいよいよした。みんなで無事になって、これはあれかな、同じかな。やった、いいことに気づいたよ。これでちょっと次からティーダの村が気持ちすげえ楽になるわ。いいね。あと、ファイガが楽しくなってきた。イエーイ。
あれだよね、気持ちを入れ替えるときにさ、クリスタルクロニクル落ち着くよね。なんだろう、ゆっくりやるのにすごい。凍ったね。あ、つれ。あとは実況の方か。実況の方はね、あ、そうなんですよ。結局その編集が間に合わないっていうのもあるんだけど、裏の作業が今やっぱり全く間に合ってなくて、あとこれ平成会入れないと。ポケモンとさ、あのポケモン、ポケモンっていうか、あとたまごっち、まずい。下のレーダーを、よし、これでいけなくちゃ。ホワイトコーラ、金の髪飾り、たまごっちのさ、あの、今だとなりきりチャンネルやってるんですけど、意外とお金集めに時間かかってて、あとはポケナガがさ、今あれになっちゃったから一通り何めぼしいものはやっちゃったから、またあのサブチャンネルの方で残りをやるかもしれませんって言ってたんだけど、あんまりそっちも取れる時間がなくて、もしかしたら普通にそのままやるかも、一つぐらいで 2,3 パート分取ってから余裕ができたらサブチャンの方にするかも。このウォッチの方が結構ずっとコンスタントにできるかなと思ったけど、意外と思ったよりも時間かかったから、いいね、ファイガー、ファイガーがかっこいいわ。あとはエグゼを、ファイガーが使えない、どうすかな。そうしたらこっちを先にやるか。でファイガー撃った、ゴム気づいてないから、うお、ゴム気づいてないから、邪魔だ、間に合った。同じのしか出ないな。よくそのさ、横回ろうと思ってさ、横投げすんのやめてほしい。せっかく縦に来ると思ってさ、やりしさ、範囲も長いしさ、吹き飛ばし効果持っちゃダメよ。吹き飛ばしっていうかひるみ強いわ。ねえ、ファイガーカーですね。おお、君もいたのか。いけそうだな、こっから。こっからいけそうだな。あ、お亡くなりになってるな。あ、まだ。ご現存。あとは、どっかにさ。どうした？いいね、開幕ガードは素晴らしいよ。ずいぶんあれだったね、今鈍かったね。待って、そこもう回ったか。ただアイテムがさ、一回こっきりお手だ、一回こっきりっていうのが
セルキーのね守るって結構優秀らしくて、ここにこの結構判定無敵時間が長いらしいですね。でもなかなか使わないなっていう、結局コマンドになっちゃうから。あとカマキリがいないのでアキリはカマキリでいいか。30分くらいで回す。ああ、そっか。じゃあ普通に投げるしかないか。よしよしよし。で、エクゼを、そう、エクゼをね、くそ、あの野郎、また少しやり始めたので、結構2ヶ月ぐらいやってなかったかな多分。まあ、エクゼやれてなかった、まあ、エクゼもさ結局その300本だったっけ、動画を上げるときにもうどうしようもなくなって1個またゲームを始めるしかなくなったっていうあれだったから始めちゃったんだよね。本当はもうちょっといろんなのが落ち着いたときにやりたかったんだけど、結局本数が足りなくなっちゃってやらざるを得なくなっちゃったから入っちゃった感じなんだよね。だからたまごっちとポケナガが両方ともちょっと取れなそうになった時はエクゼ5をやると。一発投げばいけんだね。ワームが強いね、タフい。アームストロングさん大丈夫かな、誰の家になってんだろう。え、どこ行ったんだ。あ、で、あとエクゼさ、あの画質良くなったか分かんないけど HDMI 出力できるようになりました。初めの方はさしてなかったんだけど、パートどれぐらいだろう、最近撮ったやつだから9ぐらいから HDMI 出力になりました。あ、もぐ、それまではね D 端子でした。そう、結局そのエクゼ始めた頃か、エクゼ5始めた頃もさ一応 HDMI で撮れる感じだったんだけど、それ分かんなくてさ、 Wii U D 端子じゃないとダメだわって思ってたけど、よくよく考えたら HDMI 出力あるわってことに気づいたのが最近だったって。でやってみたけど、どうだろう、画質は少しは上がってると思うんだけど、色が多いね。でもちょっと見てる、だからどうなのかな。ロッテンハイム、名前が違う、あれ分かんない、俺いつもアームストロングさんの家って言っちゃってるから本当はいつもロッテンハイムくなるかもしれない。うん、あ、ていうかさ、あれがいなかったね、いつも撃ってくるあれがいなかった。花っていうのかな。なんか色合いがさちょっとあれっぽいね、なんだっけ。で本当にねこれね最近すごい思うんですけど、言葉がすぐ出てこない、あれとかそれとか あれなんだっけとかさ、本当に衰えを感じる、やばい最近マジで。あと攻撃がすげえ取ってたるわ、あの色合いとさ、ここら辺のプニプニしてるとこあるじゃないですか、モンハンのさ、え、凍るんだ、色合いがさ、ジメじゃないな、ラムはもう呼んだな、さ、ブラキか、ブラキっぽい色合いをしてる、水色と緑とさ粘液っぽいようなところがさ、あとはなんだろう、あれか、500円セールやってたじゃないですか、あれが、またあれって言っちゃった、妖怪ウォッチとかが500円セールやってるじゃないですか。で稲妻イレブン買ってみたりとかさ、おお、ストップだ、状態異常だね。
あとなんだっけ、ちょっとずっと気になってたスナックワールドトレジャー買ってみました。でまた相変わらずです、いつも通り積んでるゲームが山ほどあるのにさ、また安いのをいいことにさ 3,4 本買っちゃってさ、積みゲーだけがどんどんハマっていく。 OK、 楽ちん。なるほど、これぐらいで気楽にやれるのいいよね。でそれからニューカップルが出てさ、ポケモンスナップが出てさ、モンハンライズでしょ。いや困りましたね。なるべくいろいろとやっていきたいんだけど、クリアまで。ただ現行で今何個やってるよっていうさ、ポケモンとポケモンポケナガとロックマンエクゼとタマゴッチと、タマゴッチはでも、もしかしたらそんなに後ろの作業がかかってるだけでそんなパート数はかかんないと思うけど、でクリスタルクロニクルもまだ全然終わってないでしょ。あと待って、なんか膝がすげえ痛くなったけど大丈夫かなこれ。マレードって誰？ところでっていうちょっと接続詞おかしいんだけど、誰？自然元気かしら。思い出したんだけど、あなたに50ギリ貸しなかった？旅は大変でしょうけど、こっちも苦しくて利子をつけて500ギリ返してもらえるかしら。マレード、借りたっけ？返します。何もつけません。誰だよ、そもそもマレードが誰だか分かんねえんだよ。いるかな、マレードって誰だ。いないな。はい、あと今膝がすごい痛い。大丈夫かな、体のあちこちが痛くて。この間でも健康診断、特に分かんない、まだ結果は出てないけど、身長体重とかはほとんど増減なし、まあ、ちょっと増えたけど視力が若干悪くなったぐらい。だからいろいろとやりたい、やるゲーム、やる予定のゲームは増えていく一方でどうしようもないですね。クリスタルクロニクルも終わってないしさ、あとなんだっけな、ガイラルディアも終わってないんだよね。あれ結局レベル上げにまた時間かかっちゃってんだよな。ダイヤモンドはいいな。後期にある防具、鎧、武器は別にいいから、鎧か防具か、まあ、耐性なんだろうな、防具しとくか。